こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、元男の子の視聴者さんからお悩みの相談メールをいただいたので、それについて答えていくという動画なんですけど、あらかじめそのメッセージを見ましてですね、ちょっとショッキングと言いますか、なんか昔の私と似てるなみたいな、見る人の角度によってはすごい傷つきやすい内容かもしれないんで、そういうのが苦手な方は見ない方がいいかなと思うんですけども、私の本心としては皆さんに見ていただきたいなと思うんで、よかったら最後まで見ててください。早速読んでいきます。いや悔しいんだよな、こういうの見ると。なんかもう本当昔のことを思い出す。私もカノンちゃんと同じ元男の子なんですけど、すごくオカマ感が強くて、バイトとか受からないし、街中歩くと避けられるし、人権がない感じです。私みたいなタイプのオカマ感強めは終わってますか？まともに生きるのを諦めた方がいいですか？とのことなんですけども、諦めちゃいけないっていうのは最初に伝えておいて、まずこの方が話されているオカマっていう言葉はあんまり私好きじゃないんですけど、オカマ感が強くてバイトとか受からない、私にもすごい当てはまってたんですよね。数年前に私もアルバイトの面接受けまして、実際に受かったんですよ。ただそこのアルバイト先がでっかい商業施設みたいな、わかりやすく言うとイオンモールみたいな、なんかいろんなお店さんがもう中にブワーってあるって感じですかね。私が問題となったのが、アルバイト先の人たちは更衣室で着替えなきゃいけないんですよ。その更衣室はその中に入ってあるお店の従業員が共同で使う更衣室みたいな、私たちのお店のスタッフは着替えなきゃいけないっていうことを説明された時に、ちょっと私怖いなと思ったんですよね。なぜかというと、まあ、もちろんその時性別を変える手術をしてるけども、戸籍だけはまだ変えてなかったから、男性戸籍でも体は女っていうちょっと複雑な状況だったので、上司に実は私昔もともと男性で、で手術して今体普通に女性なんで、まあ、こういうことがあるので一応伝えておきますみたいな、そしたら、あ、そうなんだ、ちょっと商業施設の問題が起きたりしたらまずいから一回確認させてみたいなこと言われて、しばらく経ってその上司から返答があったんですね。でそれが、ごめんなさい、その商業施設で君を女子更衣室で受けることはできないから男子更衣室使ってくれないかみたいな。見た目あれですよ、写真載せときますけども、普通にもう女として生きてたんですよ。男子更衣室だったら別に君働いていいよみたいなこと言われて、ってなって、それが無理だったら君ちょっと採用はなしでみたいなこと言われて、うわって思いましたね。その時すごい現実を見ました。当時もあれですよ、 YouTube やってたんですけども、なんかちょっと感覚麻痺ってたんですよね。 YouTube やってるとやっぱり私を好きって思って見てくださってる視聴者さんがこうコメントしてくださるわけじゃないですか。だから麻痺しちゃうんですよ。あ、私は性別変えて世間に受け入れられているんだみたいな感じで、でも実際にリアル現実の世界で一歩踏み出したら全然理解進んでないっていうことがあるんですよね。むしろ今もあると思います。仕事問題は私もありました。この質問者さんが言うことにはすごい共感できます。街中歩くと避けられるし人権がない感じです。それは数年前の私もありました。その当時の写真がこんな感じなんですけど、人とすれ違うのが苦痛なんですよ。なぜかというと、すれ違い際にこうやって見られるの。特にカップルとかもたまに立ち悪いいまして、見て見て、めっちゃ聞こえるんですよ。ショックなんですよね。もうその度に落ち込んでて、だから基本的に当時歩くときこんな感じ、下をこう見ながら歩くの、他の人と目が合わないように。他にも当時私飲み屋で働いてたんですけど、始発帰りの電車で席に座ってるじゃないですか。で目の前になんかホスト出勤終わりの男2人みたいな人が座ってまして、もうずーっと私のこと見ながらなんか笑ってんの、盗撮もされてんのバレバレなのね。もうすごいショックというか、もっと頑張らなきゃいけないんだなって当時思いましたね。悔しかったから、ショック受けるってよりかは、やばい、まだ私ダメなんだなって、バレバレなんだな、だからもっと女らしくなるために髪伸ばしたり肌きれいにしたり、それよりももっと昔に遡ると、もう街中で相手にオカマみたいな感じで思われた瞬間にその相手に憎悪を向けてましたね。ふざけんなみたいな感じで、親にもそんな感じで、私を認めろよみたいな、認めない人は悪なんだみたいな感じで言ってたんですけども、結局世間の人たちからしたら、なんか性別変えることとかしたこっちゃないと思うんですよ。当事者の私が言うのはちょっと心苦しいけど、でも他の人からしたら別に関係ないわけであって、勝手に私が他の人に、男と思わないで、私を女として扱ってってこう押し付けてるわけなんで、それは虫がいいかなと、私そういう出来事があってから考え方が
変わっていきまして、そっから街中でもしかしてあの人男じゃねみたいな感じで思われるようになるたびに、化粧とか頑張んなきゃ、もっと痩せて可愛くなろうみたいな、そういう風にマインドを変えていきました。それからは辛いとか悲しいとかショックとかはそこまで思わなくなりましたね。男として20何年間も生きてて、いきなり女に変わるわけですよ。女の人と同じ土俵にいきなり短期間で並べるわけはないんで、もうそれはもう仕方ないのかなと、なんか自分に言い聞かせてましたね。私みたいなタイプのオカマ感強みは終わってますか、まともに生きるの諦めた方がいいですか、とのことなんですけども、諦めちゃいけません。私の昔の写真見たら多分気が楽になると思います。本当にそこら辺の男の人よりもゴリゴリだったし、むしろ男の中の男っていうか、なんかもう女の要素1ミリもないわけですよ。当時その高校生のこの頃ももちろん女になりたいと思ってましたけども、この状態で女になるなんて絶対無理だって分かってたんで、まずこの出っ歯の口を直してからやっと女のスタートだみたいな。当時も女装とかしてたけど、やっぱ全然似合わなかったんですよ。化粧が似合う顔ではない。だったらその出っ歯を100万円かけて直して、そっから私はやっと、スタート地点に立てんのかなみたいな、まあ、そう思いまして、18歳の頃に死ぬほどアルバイトでお金を貯めて、でローンとかも組んで出っ歯を直したんですけども、これを他の人にどう伝えるかというと、私はツイッターとかで自分以外の元男の子さんとかのツイートとか見たりするんですよ。結構ありがちだなと思うのが、私は女になんか全然なれないんですよ、なのでもう死にたいですみたいな、結構そういう系のネガティブな書き込み多いんですけど、だったら、まあ、私もそうだけども、お金をかけて顔を変えるぐらいしようよってことなんですよ。そしたらいくらでも選択肢増えるからね。もう死ぬ気で頑張って働いて、あ、わかんないですよ、体がもしかしたら不自由でそれで働ける状況ではないってなったら、ちょっと私のこの発言が申し訳なくなっちゃうと思うんですけど、働ける状況であればもう何が何でも顔を変えるなり手術でも改造するなりしてやらないと女の人と同じ土俵に立てないです。それはもう生まれてきた生物が違うから、男と女ってもう全然違うんですよ。もうそれは私も痛感してて、あ、私は口元を100万円かけて直さないと女になれないからっていう感じで、いい意味で諦めを持って歯を直すことにしたんですよ。結構中には自分が持っているその素材のまんまで女として認められたいっていう方はいると思うんですけど、まあなかなかそんな方いないんじゃないかな。もう本当に選ばれし人間しか、多分無整形で、もう完全無整形ですよ。だって私だって出っ歯の手術してますから。整形なのかな、出っ歯って整形なんですかね、ちょっとわからないですけど、お金をかけていじったことには変わりないんで、だから私はお金をかけて自分の顔を変えたと思ってます。でこの諦めた方がいいですかということに、もう一つ私が助言なんか偉そうだな、助言をするとするならば、女の人と同じように扱ってほしいとか、もう本当完全に女子として生きていきたいならば、女の人が例えばですよ、毎日スキンケアを1000円のクリームでやってますだとしたら、元男の子だったらちょっと大げさかもしれないけど、1万円のクリーム使わないと追いつけないよっていうことなんですよ。女の人がこのぐらい頑張ってますの3倍から5倍以上は努力しないと、女の人とむしろ近づけないと思いますね。そのぐらい違うんで、もう生き物がそう思いますね。あんまり思わないにしてるんですけども、性転換してから気づいたというか、女の人がこのぐらい努力してますよと同じ努力をしてちゃ絶対に追いつけないなと私は思ってます。なんで私も一時期女の人に近づきたいみたいな感じですごいグワーってなっちゃった時期があって、もうその時はなんだろう、良くないかもしれないけども、絶食したりとか、もう体を痛めつけまくっちゃったりしましたね。それはもちろん間違ったダイエット方法ですけども、でもそれぐらいなんかもう必死、もうなんか命かけないと女の人と同じような扱いをしてもらえないんだと思ったんですよね。なので当時は私ができる範囲の女への道みたいなことをなんか死ぬ気でやりましたね。なのでもしこの質問者さんが今私が言ったことをまだ実行されてなかったら、ぜひ実行してください。当時の元ゴリラ少年が言うんで間違いないと思います。なんかすげえ偉そうな、大丈夫かな、こういうテイストすごい苦手なんですけど、でも久しぶりに私の気持ちを話すこともできたかなと思います。でもそれって多分元男の子に限らず他のことでも言えると思うんですよ。プロ野球選手になりたいとか、サッカー選手になりたいとか、プロ野球選手になりたかったら他の子より素振り100本多くしろとか、なんかそれと同じですよ。元男の子さんも本当の女性と同じような扱いをされたかったら、女の人がやってるようなことを同じようにやってちゃダメだよっていうことですかね。私も今回の動画でもっと頑張らなきゃな、再確認できました。ありがとうございました。ぜひですね、こういう質問とかご相談は私のインスタグラムで
スタグラムの DM などにお願いします。コメ欄とかに書き込みいただいてもいいんですけど、結構見逃しちゃうことも多いんで、よかったらインスタの DM とかにお願いします。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter と Instagram、 あと LINE 公式アカウントもやってますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。